はい、それでは再開いたします。積みゲーをクルスキャスということでダークソウル2をやっていらっしゃってますが、まああれですね、この探索を続けましょうか。シュトウ、なんかでっかいマリア像みたいなのあるけど、あなたはまだいる。とりあえず外は俺一通り見たんだっけか。お、火炎壺。多分下側はもう見れるものはない気がするので、こっち側でいいんだよな。このアイテム拾ったしね。上に行くか下に行くか。私の尊敬する実況配信者が男なら上に行けと言っていたので、一旦上に行こうか。なんかでかい廊下やね。上に行けなかったよ。人が死んだ跡がある。わあ、なんか燃えてる。あれ起き上がるかな。人かな。あの白い騎士みたいに、やっぱりそういうことや。いつか起き上がるとかだったら厄介なので、先にもう喧嘩を打っておこう。後ろにいるな、なんか。おお、いいもん持ってんじゃん。これ開く？なるほど。で、アイテム見せつけておくと。ちょっと待って、じゃあ装備が整ったんじゃない？私はこんな折れた剣使ってないで。だがバスターソード使える？下のが赤いのはこれ足りないってことかな。やっぱそういうことか。じゃあいいか。バスタードソード使いたいね。何が足りないんだろう。これ何？筋力かな。筋力20か。技量は足りてると。これ技量だよね、手のやつは。使いたいね。なんか白いね。そろそろボス戦なんじゃないのってのが心配なんだよね。こいつも起き上がりそう。だもう一回。まだ最大、この見た目にはなってるけど最大値そこまで減ってないか。
さすがに死にまくったら減るよということなんだな。ドイツが起き上がってきたんだ。後ろの、あ、あいつ歩いてんのか、単純に。槍欲しいな。で、あいつも起き上がると。こいつがバスタードソードを落としたってことは、槍持ってるやつが槍を落とす可能性があるからな。拾ったけど起き上がる、起き上がるね。ちょっと広いとこ出てきてくんない？鍵がかかってる。あの、燃やってるところに行くしかないか。この下はちょっとコントローラーが荒ぶってるから覗くのも怖いが、危ない危ない危ない。なんか落ちたら死にそう。落ちていくような場所じゃなさそう。火つけられるところがあるんだけど火がないよね。どういう白骨死体とは白骨じゃないし、あれは起き上がるよね。おお、じゃあ入るしかない。まだボス戦ではないな、多分。あー、この足場の悪いところで戦うって話か。で、ところどころにいるから撃ってきそう、撃ってきてるな。一旦じゃあ、あー、ん？何あれだ、タレだ。あれが爆破するやつだったんだ。ちょっと危ないところで危ないもの振りますなよ。まずあいつから。で、あーっと、タイミングがつかめん。こいつは90ソウルくれるんでね。こいつもいつも起き上がりそうだから、死ぬよっか。エストビーノは飲んどけなんだけど、ここで1本使っちゃうか。で、いやでもこっち側には行けないね。なんか壊せそうな感じだけど、なんか入り口あるし。爆弾でなんとかなるのかな。その樽でなんとかなるの。あいつとやらなきゃいけないんだけど、
あ、こうやって壊す分には爆発しない。じゃあ壊しちゃおう、先に。そういう攻撃と、そういう攻撃、どっちも単発。硬いけど、もう見た目通りで、多分刃物で戦うよりはドンキで戦った方がいいやつなんだろうか。ドンキ持ってないしな。で、なんか後ろからの攻撃には強そう。後ろ、背後取れなさそう。2発かな。あーい、生きてる、生きてる。一旦引きたい。引きたい。引きたかったけど、その根っこに乗れなかった。でもあの人が言うには、あの根っこも巨人だったんだろうな。というか、持ってて、これも巨人なのか、この木も。どこまで本当のこと言ってるか分かんないですけど、一応信じよう、こういう場合の、そういう世界の設定の説明は。3発目。ここの結局避けるタイミングがわからんのよね。結局ここまでで SB1 本使っちゃうな。弓のやつらのは当たらなそうだな。で、これ広くしといて、あ、そうそう、お前いたな、そういえば。どうするか。一旦引けるさが引けなかったんだよね、今。ああ、これ行かなきゃいけないのか。落ちないよ、あなたたち、この来る途中に。こっちでやろうぜ、じゃあ。どっちもついてきちゃったか。お前から、うわーい。どっちかはここを通れないみたいのないかな。どっちもついてきてんな。なんかアイテム拾いたい。ああ、そうだ、この人いるんだった。ってやってると、どんどん最大値が落ちてくるよっていうことなんだな。やばい。雑にやってるわけではないんですが、一旦こっち側に。ちょっとあのソウル回収するか。
せっかく近くで死んでんだから、こっちまで行くとあいつ起きるのかな。そうだな、どっかでパリーの練習もしたいんだけどな、どれが取れるやつかが分からないんだよな。こいつもそう、起き上がるのが怖いから切ってはいるけど、一旦こっちまで行ってどこの何が湧いたのかな今の。ん？なんか一人いたよな。奥にいるのかな実は。別にこっちから来てない。あんまりどっかに行きすぎると、あー行きすぎると湧くかもしれないので、やっぱりこっちで戦おうぜってなるな。落ちなかったね。2発だな。あ、いやー、その振り方だと2発は危ないな。よく終わった。倒せそうだから砕き勝ちあり。あ、危ない、欲張りそう。こっちに逃げるべきじゃなかったな。念のために砕いとくか。よし、うわすっげえ走力くれた。このソウルは持って帰りたいな。バスタードソード使いたいっていうのもあるから、いやいや、ちゃんと火薬っぽいのが出てるね。あ、そこにいるんだね、弓兵だね。多分攻撃すると爆発するだろうから、ちょっと攻撃する前になんか上のあいつ倒したいけど、上に登ったらなんかいろいろ出てきそうだ、怖いな。いる？なんか他に。いやだって戦ってる人いるし、あそこで。なに？うわ、なんでっけえ鳥か、なんかさらわれてったら誰かが。
ん？なんだ？うわ、なんかすげえやつがいる。さよなら。ちょっとこれは撤退だ。戦略的撤退を。何今の、もしかして鳥が人をさらってたんじゃなくて鳥人間だったの？あのソウルは、あのソウルを回収してきて、レベルを上げよう。筋力欲しい。やべ。ソウルの回収だけが目的なので余計なことはしないって思ったら、なんか死にそうになってんな。さよなら。お前はどっから湧いてんだろう、あいつ。まあいいや、あなたはおいで、危ないから。このはしごの上から来たんだった。ダメだ、なんかそういうの分かんなくなっちゃうな、死にまくってると。あ、なんかアイテムある、あのところに。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。うん。コントローラーが荒ぶるとこういう時に弊害があるな。でもアイテムがあるのが見えたな。ここ、優しい。どうやって取るんだろう、あれは。上から落ちてくる系だけど、そもそもあそこへの鍵がないか。レベル上げてしょ。筋力、とりあえず2個あげよう。あと2個でバスタードソードが使える。装備を使う選択肢が多い方もいいですしね。で、そうだな、余ったソウルでやっぱり投げナイフ買ったりするかな。300円、まあいいかな。で、とりあえず投げナイフ13発。
下にでもなんかいるな。あれ生き物だよな。なんかでっかい、なんだっけ、山椒魚っていうか、昔の生き物だよな、形的に。どっちが大きいか、お前か。下には行けるんだな。ちょっとさすがに雑に動きすぎた。さっきは気になってるけど、あれ開いてる？読み込んでないだけ？こいつらとの戦いでエストビン1本使っちゃうな。危ない危ない。ああ、違う、そこの扉が開いてないのか。ありがとう。亀みたいなでかい兵士との戦いで結構消耗するから、あいつを避けて通りたいんだが、ワンみたいになんかこいつを倒したら復活しないみたいなやつはいないさそうなんだよな。基本的に全員復活しなくなるタイミングはあるっていう話だから、登るとしてよ、で鳥みたいなやつはどこにいる？ここに盾持ってる。まだデカブスも登ってくるから。そうだね、意外と人がいた、意外と人がいた。アイテムを回収だけしてさっさと帰るかな。ああ、ありがたい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 。いや、S のかけらもらえたからいいや。でかい亀みたいなやつはさすがに登っては来ないか。あいつを毎回処してってやってると時間かかっちゃうし消耗するから、できればやり過ごしたいが、なんかデカブスに勝てるんだったら、トロールみたいなやついっぱい歩いてたけど、あれに勝てるんじゃないかな感はあるな。まあいいや、とりあえず先にこっちの探索はまだ続けよう。叩き落とせたけど私も落ちた。
ああ、なんかね、あいつなんか撃ってくる。探索をしようで、探索をしようでさ、探索する前にそう思うんだよね。だからそういうレベルデザインなんだろうけど 敵が復活しないということは、敵を何度も倒していればいつかはいなくなる、だからいつか消耗しなくなるということなんだろうけど、こっち使ってみるか。一応修理ができるようになったから、もったいないとしてやってる、取っとく必要はない。やっぱだからここで戦うのよくない。あ、よく言ったら下に降りれるね、これ多分。あ、ついてきてる。え、そこ通るの？そこ通るの？そこ通れるの？こっち、ちょっとこっちまでついてくるかな、あの人たち。下攻撃はこっち？こっちか。ああ、まあ結局ここで戦おうぜってなるな。一発のみ当たらない。2、3、4、あー結構当たるって食らうけど、さすがにね、折れてる剣よりは。ちなみに投げナイフ投げるとあんま食らわないね。こいつ相手にレベル上げするかな。1発のみ。暗いとこ多分黒字だろ、こいつを倒せば。あー、くそ。よし、600くれるからね。黒字は黒字だな。この石2つ分ですね。ああ、どうもダークソウル2をやっております。下降りれるのは見えたか。てかあいつここ通ってたな。ここ通れるんだな。
ただあのデカブツをやっつけたので、先にこっちだな。あいつ来てくんない？こっちに。火薬がいっぱいあるところで戦いたくないのよね。よし。こっち側は？うわっ。まあ、あいつが物投げてくる以上は先に上から見た方がいいんだけど、待って、なんか降りてたな。とっとと倒して、でまだいるはず。 OK。 攻撃力が高いとこういう立ち回りができるからいい。それ怖いね。ちょっと待ってください。ちょっとあれです。正直に言うと、このゲームは、あれです。書き込まれてもすぐに見れないです。ホラーってどれですかね。ウォッチャーズのことだったら見には行ってますけど、悪くなかったですね。人の像か。ぜひ、シャマランの娘さんには、ダークファンタジーとか、クリーチャーホラーとか続けて撮っていただきたいっていう。バッドボーイズめちゃ見に来ました。めちゃくちゃ良かったですよ。あれはめちゃくちゃ良かったです。来るかな。登ってくるならここで迎え撃ちたいけど、来ないか。痛い。ちょっと待って。ドイツ撃ってきてるのは。ああ、なんか近づいてきてるな、いっぱい。一番奥にいるやつ、俺、撃ってんのかな？登っては来ない。ふらふらしてるだけ？ああ、こっち側にも道があるんだね。どうしようか。なんか減ってるな。さっき落ちたやつから、こいつ。うわ、あいつか。よしよしよし。鳥人間みたいなやつは、うわ、なんかハルバートみたいなの持ってるやついる。これは砕く価値あり。なんで反応しない？ちょっと一回釣ろう。なんか奥から来たりすると怖いから。よし。ああ、いや、でもね、あれですよ、やってみると、やり直しは効くんですよ。で、レベリングでゴリ押しもできるんですよ。だから俺からしたら魔界村とかの方が難しいですね。俺はダークソウル優しい魔界村だと思ってますから。魔界村はレベリングもできないし、初めから投資でやらないといけないし。
セキローは流行り終わったんじゃないですか。十分流行ったと思いますけど、もう今エルデンリングでしょ。それ系統で今一番熱いのは DLC 出たし、嫌な道なんだよな、ここ。なんか奥にいる。その上にもアイテムがあったからすげえ顔してんな俺。その上にもアイテムがあったから、上にも人がいる可能性がある。行ける場所のはずなんだから、アイテムがあるってことは。足音してる。ん？なんだ？ああ、なんかあそこのやつが反応したっぽい。ん？俺じゃないのと戦ってる？治安悪いな。やめとこう。あれは？人か？話せる相手、人か。話せる。Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, まあ。I hope you have a very good reason. あんたも一人じゃないか。Oh, hogwash. Who am I to judge? ああ、自分で言ったら。My name is Pate. ペイト。I journey hither and thither on a sort of treasure hunt. なんかあんたの喋り方あれだな、ワンの、あいつ、Be 最終 careful 的 out に、there. There's talk of 自分が、unsavory bandits who prey 使えてた女の人 on 殺すやつみたいだから、なんか信用できないな、喋り方だけだけど。travelers. Oh yes, you be cautious. If you... There's treasure in there for certain, but the entrance はあ。locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption なるI'm ほど。sure. I was with this warrior, you see. And he 戦insisted 士。that he go inside はい。first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself. The trap. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. はあ。I'll leave this one to you. はい。I'm worried about the inside. これが落ちるってことか。まあ別に行ってもいいんだけど、ソウルがもったいない。バスタードソードを使えるまではちょっと育てるっていう目的が今できたから。あいつなんか、ああ、上にいるね。上にいるからどっちかを釣りたい。なんとターゲティングできる。奥のができたな。 半分減るもんな。もしかして、爆弾に当たった、なんか荒ぶってたのかな、さっきのやつは。あいつは、でもさすがにこの距離だと今落ちましたね。ギリギリ届かない、今のは。届かない、下がっちゃったか。 壁に当たった。じゃあダメだ。お前、復活するだろ。ただの死体なの。だよね。こっち来て。危ないから、ここ危ないから。お前の仲間が危ないから。こういうの壊しといた方がいいと分かった。早くは壊した方がいい、危ないから。
なんかあんまり行きたくないな、あっち。こっち先に見よう。なんか振ってるやつがいない？ああ、あの人だ。え？あれ何やってんの、あの人たち。さすがにそろそろ石がもったいないかな。やっぱ盾構えてるとのけぞらないね。上に行けるんだ。あ、何やってんのあの人たち。敵だよな、巨人だった。 あれは元巨人だった感がある木だな。ああ、なに、なんか巨人と戦ってた兵士でいまだにそのことが忘れられないとか。どっちか釣ろう。どっちも釣れたかな。どっちも釣れたか。まあいいや、じゃあ一人は投げない。結局今チクッと当たってるしな。どう見ても元巨人。なんかある。ん？調べる。しかし何も起きなかった。そうか、これはじゃあ何かをやるべきなんだな。狭い場所なのか、閉じる。そういうことじゃないよね。さて2000もあるのでそろそろ帰りたいのですが、これ登ったらどこに行く。見えてたとこだな。そっち側に降りるもあるな。クロスボウ、ありがたいね。敵が来るかな。暗いね。ああ、松明をあそこに使える。うん、なんか敵が行ったところに行けるかと思ったが、そうでもないのか。下の段なのか。あれは多分ジャンプ。いや、こっからそうじゃないんだ。こっちから斜めか。オッケー。で、落下攻撃ができるっちゃできるが、どうするか。雫石削っ砕いて挑もうかな。
ターゲッティングができない。うわ、3人もいるのか。1回脱出。人数が多い。投げナイフ。やべ。あー、戦略的撤退をすべきだったかな。戦略的撤退をすべきだったかな。ソールを回収してこよう。ショートソードやっぱり使い勝手がいいんだけれど、これを使っておくかな。やべ、落ちそう。あーあー、ソウルを回収する目的がなくなった。なくなったな、ソウルを回収する目的が。でだいぶ物資を消耗したな。エストビンが3本になったからまあいいけど、先を見てきたんだけど、うまいことあの先に行く、なんでしょうね、道筋みたいなのがやっぱり、ね、亀の兵士がいるから、あの亀が強いんだよな。そっち落ちてみるか。こっち。弓が撃ってくるやつがいる以上は油断はできない。痛い。これでも深い水だよね、ここは。そんなとこにいるのかよ。お前が通れるなら俺も通れる。痛い。頭に当たってなかった今の。いえ、あでも何にもないかな。あの感じ。ちょっとショートソード使っといて、ショートソード修理するのにどれぐらいソウル使うのかとかも見たいな。そう、敵が復活しなくなるということはソウル自体も有限なんですが、そこはそんなに気にしなくていいような作り方だった気がする。あれ、槍持ってるやつも消えちゃった。そんなにすぐいなくなるんだっけ、それともそんなにいっぱい私はやったのか、あいつを。敵によってあれかな、いなくなるまでの
時間とかが違うのかな。あ、そこあれじゃん、屋根の上も行けたね。落ちなくて済むのか。よしよしよし、あのなんか鳥人間みたいなやつ本当に出てこないね。なんかイベント戦みたいなやつのかな。こっち側は水、ここは足場が悪い。やべ、正面ですか。こうの、ああいけないよね。落ちるしかないよね。エストビン尽きたけど、さすがに石を砕くのは痛い。こっち側じゃもったいないかな。上にもいんのか。痛い。ここはちょっと一回落ちよう。松明いっぱい手に入るね、ここに来て。ここはでも痛い。あーくそ、どこのやつに攻撃された。とりあえず、ソウルを失いっぱなしなんだよな。まあ今のところ誰かが私に重なっている。槍のやつ本当にもう出てこないので、いないんだ。そんなに早くいなくなるんだ。とりあえずエストビンでバスターソード2本目、売れないかな。ちょっと後で売れるかどうか見てみよう。売れるんだったら売っちゃっていいんだよな。そんな何本も、あれこいつここにいるやつも いなくなっちゃった。ちょっとあなたを、あ、降りてくるのかこっちから。そこの上にいるんだよね。あれさっきいた気がするんだけど。死んだところで1時間なので一旦枠を切り替えますね。ではお付き合いいただきありがとうございました。